から、はい。うん、はい、どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間は平日の昼の部ということで、スーパーファミコン版のドラゴンクエスト6の起き上がり確率1024分の1であれはモンスターのみを集める縛り攻略プレイ、はい、やってます。うん、題して人外の底辺がレオモンスターのみでクリアする配信その100で、キラーマシン2、4匹目、悲劇のカウント21から、はい、再開しますんでよろしくお願いします。ということで。じゃあやっていきましょう。一応ね、昨日3匹目のカンカンが終わったんで、キラーマシンに関してはあと1匹、ハグレメタルはあと3匹ってとこですね。やってますか？はい、今から始まるとこです。はい。ちこみさんいらっしゃいませ。こんばんは。ってことで。グレートドラゴン、ドラゴンマスター、デインティラ、無差別級、白帯戦士一発。とりあえずあれかな。はい。シコシコって何ですか？カンカンなんでしょう。はい。クレイジーピアさんいらっしゃいませ。こんにちは。はい。アイアンさんもいらっしゃいませ。まだ始まったばっかりですが。はい。やりましょう。なんだかんだ言うけど、年内ゴールはもしかしたらあるかもしれませんね。まあ、この後の引き次第ですが。少なくともね、あと1024分の1だけだったらあと3匹ですからね。まあね、言ってもやっぱりハグレメタルがあってところありますが。やっぱり倒しやすさってのもあるから、はい。どうでしょう、まあ、このステータス見ると、ヒットポイントは結構ね、多めかもしれませんが、ドラゴンっていうのがね、あれしても、やっぱ力がないでしょうね。一応ね、こいつ、戦士系の装備できますけど、そんなに強くもないんじゃないですかね。あんまりドラケ6の中モンスターそんなに性能詳しく知らないですが、やっぱり人間が結構ね、それなりに成長しますからね。ね、普通に多分やってりゃね、中モンスターあんまり使う必要ないっていうかね、せいぜいね、多分ランプの魔王とかね、まあクリア後ですが、まああとね、やっぱり引き換え券で手に入るドランゴの方は、やっぱあれが強いでしょ。あれでこと足りるっていうのがね、多分。わざわざね、こんな、ね、魔物使いで、仲間集めなんかしなくてもね、それで。そうです。それ考えるとね、どうしても、本当にね、思い入れがなきゃ、わざわざ仲間にする必要は、ないのかもしれませんけどね。さあやりましょう。ケーキ漬けに四川省やっとく。まだ始まったばっかりで人もいないですからね。こんな時にやってもね、どうせあれでしょう。やるんだったらもうちょっとね、リスナーさんなんか今日なんか全然来ないですね。いよいよ僕もとうとう見限られたってことかもしれませんが、ねえ、そんなに言って NG ぶっこんだってわけでもないでしょうし。まあ昨日ほらね、言ってた人もいたけどね、もしかしたらね、なんか、今日のね、多分0時から何でしたっけ、ペルソナでしたっけ、なんかね、あれの新しいやつが、
出るらしいから。うん、マジやった、え、そうなったんですか。わぁ。なんだ、そうだったんですか。なんで、今日は自演やめ、なんで今日、もう自演はやめたってことですか、じゃあ。なんだ、てっきりね、なんか今日の夜から出るね、新作のペルソナに備えてね、なんか、ね、昼間はね、寝ててね、なんかそんなコメントしてたから、そういう人が意外と多いのかなって思ったら、なんだ、ピエロさんの自演だったんですか。でも、その自演すらする気力もなくなったと。だよ、昼飯。はい、どうも、13個目さん、いらっしゃいませ、こんにちは。昼飯はご飯とウインナーと、うん、あと、キャベツと、うん、プチ、んミニトマトと、あと、リンゴぐらい。え ?3 個くらい、あ、そうなんですか。うん、何がブルジュアですか。3個ぐらい入る。14個目さえいらっしゃいます。こんにちは。いや、僕3個はないな。もう、まあ僕2つかなね。やっぱり配信用と、あとね、視聴用っていうか、うん。ブラッドステインクソおもろいよ。何ですか、それ。昨日言ってたやつ？カニグラタンいいじゃないですか。そうなんですか。3つ作ってどうすんですか。なんか使い分ける意味ってあります？それはね、配信してるって言うならね、二つはわかるんですが、はい。はい。うらやましい。7500。あ、そうなの？どうね、人によるんですかね。人格を使い分けるっていうのもよくわかりませんが。ね、普通は別にね、配信見るだけだとアカウント一つでね、十分こと足りるでしょうからね。1日で1万近く使うのは結構勇気いるわ。いや、僕はダメですね。ね、1万。いや、でも、確かに1日でってのはね、そうなの、気分に合わせて、はい。いやいや、はい、26個目セラシア、僕も寂しかったから来てくれて嬉しいですよ。ありがとうございます。はい。はい。豪勢じゃないですか。はい、僕はね、ウインナーとキャベツと、ミニトマトと、あと、デザートでリンゴでした。はい。テオの分身さん、いらっしゃいませ。こんにちはです。スペルキラー、ベテラン。マックとご飯。マックとご飯。いいんじゃないですか。僕、ね、マックのポテトとご飯いけますよ。僕は。ね、ナゲットとご飯だっていけますよ。ハンバーガーとご飯ちょっと無理かもですが、ね、美味しいですよ。お好み焼きとポテトをおかずに白い飯どうですか。お好み焼きはやっぱ僕あんまり好きじゃないんですよね。お好み焼きとご飯っていけるんですかね、そういうの、人によっては。ナゲットはいけるけど、ポテトはパンやパスタじゃないと進まない。ああ、そうですか。パンと、まあ確かにそうね、そういうメニューですからね。そりゃそっちの方が。味が濃ければいける。濃ければですか。まあ確かに。確かにね、ご飯ってなんかね、そういう味が濃いものをね、なんか、ね、薄めるってなんかね、そういうなんかね、中和的な役割もあるかもですね。ねえ。ラーメンとライスいける派ですか？いけますよ。全然いけるでしょう。うざ。帝王なんてタンクはないの？え？なんでと言われてもお米が好きだからでしょう。全く食わないってわけでもないですよ。はい、500円さん、いらっしゃいませ。こんにちはです。
白飯はラーメンでいけない、ソースはな、僕はさ、ね、いけますけど、うん、ね、別に誰に教わったってわけでもないんですがね、ね、ラーメン、ね、ご飯にラーメンのね、汁あれしたら、ラーメンの味によりますね、味噌なら余裕、僕は醤油ですね、醤油で余裕で、うん、秀樹笑い笑い、どうしたんですか、はい、いいですね、なるほど、はい、どうも超絶イケメン王子様いらっしゃいます、うん、チャーシュー丼とかネギご飯や炊き込みご飯、ね、でもそういう話してるとなんかまたお腹空いて食べたくなっちゃうからやめて、うん、ちょっと最近いい加減ね、本当にちょっと減量しないとまずいんじゃないかなってちょっと思うようになってきたから、うん、あんまりちょっと食い物話題は避けてもらえた方が嬉しいような気もしないような、うん、リーチ一発ドラ帝王さんはコツ、はい、どうも、はい、帝王さんいらっしゃいます、こんばんは、何ですか、自暴法って何ですか、僕関係ないですよ、はい、人造さんもいらっしゃいます、こんばんはです、はい、リンゴとナシならどっちがいい、難しいですね、リンゴにはね、リンゴの良さもあるし、ナシにはナシの良さもあるし、なんともどっちがいいでしょうねって言われると、ちょっと腹食いたいですね、あ、逃げる、あ、やっぱ横着しちゃダメかな、はぐれは、ちゃんと初手で倒すようにしないと、チーズフライを天ぷらにしたものを唐揚げにしてチーズかけて食えばヘルシーじゃない、それも一番ダメでしょ、全然ヘルシーじゃないでしょ、やっぱりライスは大盛りにする、行ったことないけど、そりゃお米たくさん食べたいですからね、多分、焼肉じゃなくて多分ね、レストランとかそういう時ライス大盛り頼めますよ、やっぱり、うん、あ、腹減った、衣ギム&ギム、笑ね、ね、油まみれでしょ、うん、あーやめて、なんか食いたくなってきた、本当にライスじゃなくて肉食べろよ、ね、肉高いじゃないですか、レストランとか富裕層、ね、おはよう帝王、昨日ポテト2個食べたお、いいなー、コメントは食事縛りですね、わかりました、まあ、食べたくなっちゃうからね、ポテトもね、言っても、マックだってもうどうでしょうね。2ヶ月ぐらいご無沙汰かもしれないし、うん、ね、我が家でそんなにね、外食食うなんてね、年にね、数回あるかないかってそんなレベルですからね。ね、旅行だって結局ね、冷蔵庫買ったせいで取りやめになったし、もう多分今年年内は多分もう外食行くことも多分ないでしょうね。のコンビニ店員さん、はい。あなたには売らないので帰ってくださいって言ってて恐ろしかった。どういうこと？何それ？ダブルチーズバーガーもらった。何それ？何よ？何をですか？ポテト今全サイズ150円。琉球海鮮でダブルチーズバーガー。どういう、何でもらえるんでしょうね。はい、57個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。何？ポテト今全サイズ？マジ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 ？今150円なの？本当？それ本当ならね、それ交渉材料にすれば、ね、まあマック買えるかも。何？彼岸の時たちがマックと寿司。だからもうに、ん？だからいい、でも、あれ、だから9月だから、ねえ、1ヶ月は経ってるでしょ？ 1 ヶ月は食べてないでしょ？ねえ。食えるでしょう。マジっすか、ほんと？ねえ、ちょっと今日はもう夕飯、今日もうなんか夕飯ちょっとね、餃子に決まっちゃったんでね、はい。ぶちぶち大仏さん、いらっしゃいませ。こんにちはです、はい。用クーポン、何クーポンないとダメなの？なんでダメじゃん、僕、ね、スマホ持ってないからクーポンなんてもらえないし。はい、67個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。じゃあダメじゃん。アプリのクーポン使って150円。なんだ。じゃあダメだ。スマホない僕には関係ない。うん。ねえ。
またね、そういうのなしでね、ね、ポテトね、一日150円ってやってくれれば。なんだ、残念。がっかり。お母さんスマホないの？誰も持ってないですよ、スマホ。親もスマホ持ってないの？持ってないですよ。お休みポテト L2 個くらい余裕だろ。ね。スマホ買って。ないですよ、買うお金なんか。ね、配信用のゲーム買うお金にすらね、今、ね、ちょっとね、あたふたしてるというか、ね、てんてこまいだってのに、スマホなんか買えるわけないでしょ。ガラケーでクーポンないの？ガラケー、いや僕ガラケーも持ってないですもん。ガラケーでもクーポンあるんですかね、知らないですが。ね、僕何にもないから、何にもできないんですよ。ガラケーの端末は返したの？返してないけど、もう契約切れてるから。視聴者に聞いてもらえよ。ねえ。もういいですよ。ねえ。だって、ガラケーでねえ、だってねえ、契約してないからもうネットできないし。ガラケーで通信なんかやったらねえ、おいくら万円ってか。うち新聞取ってないから無理です。ガラホ知らない。わかんない。Wi-Fi 繋がるの知らないけど。ガラホ、Wi-Fi 繋がるの？そんなのわかんない。そんな聞いたことないですが、繋がるの？ Wi-Fi って、本当に？ガラホかどうかなんて、そんな、どうやってわかるんですか？普通のね、あれですよ、携帯。捨ててはいませんが、Wi-Fi で繋がるんですか？クソ安いスマホ買おう。そのお金もないですからね。そんなん買うんだったらゲーム買いたい。いやーですよ、そんなクーポンのためにスマホじゃ元ね、取れないでしょう。元取るのにどんぐらいかかるってなるでしょう。ねえ、100円ぐらいね、値引きのためにね。ねえ、安いスマホだって5000円ぐらいはするでしょ。ねえ、全然元取れない。元取るのに何年かかるって。先行投資だろ。先行投資。その投資する、ねえ、軍資金がないんですよ、もう。いらない、いらない。画面映すだけでいいなら1000くらいであるんじゃ？そうなの？ 1000 円であるんですか？画面映すっての。何でさ、その画面映すっての。電話契約1000でも端末使えるよね？電話そりゃそうですけど、端末使える？そうなの？使えます？いや、僕、スマホね、いじったことないから全然そういうのもわかんないんですよ。Mac なら Wi-Fi あるだろ。Mac なら Wi-Fi。いや、Wi-Fi 関係はうちにありますけど。本当に、本当に。Wi-Fi 関係は家でね、セッティングすれば、まあ、できるっちゃできますけど。まだかな。じゃあ、なんなの。店員にクーポン見せてって言われるで。ねえ、そしたらダメでしょ。人生まで縛りたくないね。別に縛りたいわけじゃないんですが。ねえ、縛りプレイになっちゃってんですよ。わこてよ。はい。6もメタル借りで忙しいですな。言われたことないよ。ね、95個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。でも、毎日言われたら嫌ですよね。毎日言われてね、あー、今日ちょっと、忘れちゃったんですよってね、言い訳して。ね、恥かくだけでしょ。
そんなケチな店員さんいませんって。わしも言われたことないな。言われたことない。車に置いてきたって言えばいいよ。車に。いや、じゃあ取りに行ってくね、取りに行っていいですよって言われたらどうするんですか。ねえ。そしたら、そしたらでも、ねえ、もうそこのお店で買い物できませんよ、恥ずかしくて。めんどいからいいっすって言えばいい、わら、ドラッグで待ち合わせる、ドライブじゃあ値引きできませんって言われたらどうするんですか。150円で買うためにレンタカー借りようよ。いいですよ、いいですよ、いいです、何言ってんですか。低音に恥なんてあったの。ありますよ。恥なんてなかったらね、そんなもんね、服なんて着ないしね、全裸でね、外歩いてね、キャーキャー言われて逮捕されておしまいでしょ。やだやだ。ニートは恥じゃないんかい。ん？いや恥でしょうけど、でもニートで恥であるよりも働く方が嫌なんです。なんで？くさ。ね。ね、価値観なんて人それぞれですからね。160キロ出し仕方ねえな。ね、はい、重曹解散いらっしゃいませ、どうも。はい、こんにちはです。で。じゃあマック買いに行ってくるか。ああ、いいね、いってらっしゃい、いいですね。何そのクーポンで。1円拾ってテンション上がる程度やで。いいじゃないですか。1円だってね、言ってね、金なんだし。ね、1円で泣くことだってあるんですか。そういうの考えたらね、拾えばテンション上がるでしょ。僕なんかその1円を拾う機会すらね、なかなか、あれしてませんからね。マックの M サイズコーヒー120円が好きです。コーヒーやマックでは、いやコーヒー僕はあんま飲まないですからね。コーヒー、せいぜい買ってもね、その缶コーヒーとかぐらいですね。外でコーヒーって、先倒せ。松井秀樹、何そんな秀樹秀樹って何、松井秀樹がなんかあれしたんですか。すごい腕。クラスになると相手のフライヤーから直接手が入ってくるかもサボリ君ですね。何ですか、どういうクラスです、それ完全にアウトでしょ。店のフライヤーから直接とか怖ねえ。でもバイトだったらそういうことねえ、なんかねえ、ちょいちょいねえ、隙見てねえ。いやそうですけど、はい、118コメントいらっしゃいし、いや、その松井秀喜のなんかコメントどっかにありましたっけ。大胆な帝王指摘。大胆って言ってるもん。でもそういうことやってる人いるんじゃないですか、バイトだったらね。客がいない時とかにね、ちょっとつまみ食いって感じで、ね、ポイってね、一本ね、うめえうめえとか言いながら。
やれそうですよね。まあね、食料系のバイトだったら。ね、例えばね、まあそういう。何言ってんですか？マジですか？やっぱりやるんですね。ね、最悪ね、ほらね、飲食店でね、最悪ね、例えばね、そのね、客に出してね、なんかね、残したもんとかね、なんか、食えそうなのがあればね、ひょいってね。え、すごいですね。すごいですね。はい。122個目さえいらっしゃいます、こんにちは。へぇー、ねぇ。今はですかね、なんか。まあほらね、一時期なんかバイトテロみたいな感じでね、なんかね、職場のとこでね、なんか不衛生なね、ことね、やってね、それを。ねえ、ネットにアップロードしてとかね、すごい一時期問題になりましたよね、そういえば。19年ですか。じゃあもう今はダメかもですね。うん、ねえ、うん。どうせホールディングタイム過ぎて廃棄しちゃうんだもん。まあね、廃棄しちゃうんだったらね、そりゃね、食べてね。ってのあるでしょうけど。ひらめいた。何をひらめいたんですか？JK の食べ残しって言って売るんですか？買います？そもそも衛生面でアウトでしょ。いいですよ。ねえ、一時期なんかほんとバカみたいにね、あれしね。もちろん、ちゃんと金出してるよ。まあ、金出してるのはそりゃまあね、いいんじゃないかと思いますが。昔にチャンネルかなんかで軸の道端に吐き捨てたガム食べたいみたいな中って。知らない。さあ、食べたいなら、まあ、さあ、僕は食べたくないですが。ねえ。流行りだと思ってやってるやつもいたんだろうな、ああいうの。ねえ。軸の飲んだストローペロペロなんて考えるのはよせ。考えてませんよ。聞いたことあるかも、わらわら。本当に。そんなのね、舐めて何かも何満たされるんですかね。和骨。はい、どうも、タスピーさんいらっしゃいませ。こんにちはです、はい。ちょっとなんか食い物っていうかなんか、どんどんなんか変。ねえ、なんかこの JK の話題に切り替わりましたけど。ねえ、それじゃ僕も JK もいいですけど。そこまでね、そんなね、JK のね、噛んだガムとか、そんなのはさすがに欲しくないですけど。皆さん欲しいんですか？JK ね。帝王が軸になったら俺たちの相手してくれよ。いや、もし自分がね、やっぱり JK になってもね、やっぱりね、かっこいいイケメンとかね、もっとね、あとお金持ってそうなね、そういう人になんか、やっぱり、なびくでしょうね、なびくとしたら。ね。自分がね、超絶、ね、美少女 JK とかになっても、ね、なんか、そういう得のある人としかって。考えが下水。下水ですもん、僕。マックおごるよ。マックいや、それだったら金持ちのおじさんだったらね、万札でちらつかせて。ひどいわ。ね、そっちの方がいいでしょ、そんなマック程度でね。今の僕だったらそりゃマックでも釣られるかもですけど。マック程度、わらわら。得のある人じゃなくて、のある人じゃねえか。1000円格安軸帝王で売り出そう。ああ、逃げ。ダメだ、今日全然逃げられる。得
のある人じゃなくて、毒のある人。うん、ね。モスないですよ。なんでそんなモス、そんなにも、マックとモスって味違うんですか？そんなに美味しいんですか？モスのハンバーガーとやらは。何？一回1000円格安税金で。ね。質が違う。質。久しぶりに来たけどまだ続いてたんかこれ。そりゃ続いてますよ。別格そんなにですか。はい、148個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。でも結構ね、終わりが見えてきましたよ。そもそもモスはファストフードじゃないから同じ土俵に立つのが間違い。え、ファストフードじゃないってことは何？頼んですぐ来ないってこと？ 160kg の皮膚なら1000円でもためらう。そのハンバーガーとマックのポテトとケンチキンの骨なしチキンでフィニッシュです。それが最上級の組み合わせですか？はい、154個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。チャンピオン。ね、でも僕そんなにね、味にこだわりがあるっちゃあるけど、そんなに味の違いがね、できるというか、僕基本的に貧乏舌でしょうからね、高いもん食っても、それがうまいとね認識するかどうかはまた別でしょうからね。骨なしチキン頼んで、しばらく待って店員に、骨なしチキンのお客様、ってなじられるまでがワンセット。なんで、骨なしってダメなの？絶対でもそんなに違うんですか？はい。158個目さんいらっしゃいますが、テオちゃん JK になったら一発だな。なんで女になっても殴られなきゃいけないんですか？意味がわかんない。そんなに違うんです。スパイシーモスチーズ。どうでしょうね、僕。わかるかな。43。モスのエビ天ライスバーガー、ライスバーガーってね、その名の通り、バーガーにね、お米ってこと、米とパンで、米とパンって合うんですかね。あんまりちょっとその辺も、米で。パンないよ。めっちゃうまいよ。パンないの？バーガー。なわけない。パンの代わりに米。え、パンのか、どういうこと？え、なにその、パン。ご飯で、は、は、パンが米になってるんよ。それおにぎりみたいじゃないですか、なんか。ライスバーガーってか、お米と、パンの代わりに焼きおにぎりって感じ。ね、おにぎりですよね、それだと。ライスバーガーなんだよ。やっぱ美味しいですかね。食ってみないとわかりませんが。めちゃくちゃうまいね。そういう話聞くと本当にね、でもねえ、お金がないってつらいですね。昔のコンビニにもあったよ、ライスバーガー。美味しいぞ。いいなあ、お金がないから食う。昔焼肉ライスバーガーは待った。お金入るにしてもね、まだご飯から肉が出てくるシンプルでうまい。いいなぁ。肉が、ね、そりゃ美味しい美味しい、みんなにですか、美味しいでしょうけど。何そのライスバーガーってのは、モスでないと、ないんですか？マックでは効かないですよね。マック、モス。ただ400円以上するお店。400円ね、お高いですね。モスだけ。モスだけですか。焼きおにぎりは日本人最大級の発明。ローソンかどっかにバッタものあった。バッタもんですか。自作なんでそんな器用なことできるわけないでしょ。どんなでしょうね。セットにすると800円軽く振って。800円
一食で800円はちょっとね。はい。あ、どうも、初見さんいらっしゃいませ。どうも、こんにちはです。ね、そんな、底辺の王ですからね、そんな。マジですか？何それ、ちょっと、何、本当にね、ちょっとしたレストランの相場じゃないですか。くー。そうそう、ちょっと贅沢なお食事だね。お腹すいた、もうそういうこと聞くとね、なんか食いたくなっちゃうね。ちょっと痩せなきゃって思ってるのに、なんなんですか、皆さん僕のダイエットを阻みたいんですかね。減量しなきゃって思ってるのにね、そんな美味しい美味しいおそうです。本当にお金がないからなんとかですけど、これでお金があったら本当に。やはり焼肉いい、あんまり。焼肉そんな食べくね、部位で。食べクラブなんか。知らないですよ。なんで嘘って。楽しいじゃん。楽しい反面辛いですよ。ね、あちらも言ってるよ。上よりっすね。まあ、とりあえずお金がないからね。まあ、そういう意味で、ねえ、うん、ある程度のところだね、制限できてんでしょうけど。ていちゃんが焼肉をおごってくれると聞いて。おごれませんよ。194個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。まずちょっと食い物流れちょっと遮断しよう。うん、じゃあ、お絵かきやりましょうか。はい。ああ、もう、そういうね。やめて。うん、はい、お絵かきやって。うん、お絵かきやって、ちょっと、もう、この流れを止めましょう。うん、食い物の話はちょっと、やっぱり。帝王愛も食いたくなってきて、どっちも自爆状態。うん、ね。もう、食いたい。これは食べ物の絵を描く流れだろ。いや、あんまり食べ物の絵描けるね、うまい人いないでしょう。結構ね、食い物の絵で描くってなかなか難しいと思うんですが、それこそ、ね、食い気をね、そそるようななんか、それくらいなんかうまいわ。餃子は今日うちの夕飯ですが、別にパーティーは開けませんね、はい。うん、はい、200個目さんいらっしゃいませ。こんにちはです。手を打って弱いの？弱いですよ。弱いっていうか強い部分なんか何もありませんよ。ねえ、そんな意志が強かったらね、少なくとも体重160キロなんて絶対ならんでしょ。何があっても痩せなきゃってね、多分。
そうそう、時間ですかね。はい。あと5秒ぐらい。さあ、この話の流れで一体どういうイラストが来るか。見どころですね。見物ですね。うまいな。あはやさん、うまいな。二重の意味でうますっていうか、うまいっていうか。ね。ば、ね、うまいです。よく書けますね、本当に。ねえ。これはお見事としか言いようがないっていうか、これはグッジョブでしょっていうか、ポテトすごいですね。よく書けますね。うわ、よだれ垂らしまくりだしね。それは垂れますわ。うわぁ、うまいなぁ。ハンバーガーもね。うまそう、我々。よく書けますね、ありがとうございます。ね、いえいえ、見事でしたよ。はい、ありがとうございました。次。はい。やっぱこういう路線で来るね。DA さん、これステーキかな、ステーキかなっていうかな。てか、焼かれてるのは誰？お好み焼きっていうか何？何？カレーなのこれ。てか何？ちょっと、ちょって、何グリになってんの？どうなの？ねえ、ちょ。何がですか？何のキャラで何？どういうこと？どういうこと？ねえ、カレーで具にされてますよ。具なの？米？ねえ。食中毒不可避。何言ってんですか？失礼な。はい、ありがとうございます。次。別の意味で攻めてきますね。はい、アルメイダさん。あらへんた、もう、食いたくなっちゃうから。やめて。ねえ、ほんとに。よだれは垂らしてないけど、ねえ、こんな顔してそうですからね、ほんとに。ねえ、本人ね、ほんとに本人ですよ、もう。やめて食いたくなるからね、はい。もう、はい。ありがとうございます。食いませんよ。はい、次。ああ、すごい。え？違いますよ。今日は、ウインナーと、あと、キャベツの千切りと、ミニトマトって、いいですね。はい、次、プリオさん。見事にあれですね、揃えてきますね。本当に食い物の、ハンバーガーとポテト。うまそう。まあ、よく書けますね。しかも色付きで。美味しそう。ね、美味しそう。ね、多分あれ、トマトとレタスが挟んで。ああ、美味しそう。いや、ほんと、ポテトだけでもいいから食いたいですね。マックいつかまた安売りセールやりませんかね、なんか。それしてくれたらね、食えるのに。はい、ありがとうございます。次。あ、しめじさん。もう本当に皆さんすごいですね。なんか、測ったかのようにっていうか。ね。で、いいですね、こういうの。ね、これいいですね、こういうでね。こういうの一気にガーってね、ガッツきたいですよね。これ食べたい。ね。ポテトくらいあげれば。あげるの面倒でしょ。それに家であげるとね、なかなかマックみたいな味の、ダメなんですよね。どうやったらマックの味ってできるんでしょう。自宅で。ねえ、239個目さんいらっしゃいませ、こんにちはね。ちょっと、それが分かればね、まだね、自分であげようって気も起きるかもしれないですけど。何なんですかね、マックのポテトの味の秘訣っていうのは。そう。まあいいじゃないですか。悪い油。それを教えてくれないでしょ。企業秘密でしょ。ねえ、もう、はい。なんだしさ、はい。バイト行ったぐらいで僕そんなわかんないと思いますよ。ハンバーガー4個分なんで。ねえ。行きたいね。ハンバーガー4個なんてもう僕ちょろいですけどね。ランランルー、もう、お腹空いていく、もう食いたい。なんでこう本当に、
はい、次、ありがとうございました。オレンジでパン書けばいいのか、勉強になるな。はい、さくやさん、果物。若干色が違いますね。左上がリンゴとして何でしょう、あと何 みかんとかトマトも入ってる、もしかしてグレープフルーツとか。かわいい。ね、うん、ねやっぱりメインだけじゃなくてね、デザートもいりますからね。何がおっぱいですか。はい、ありがとうございました。みかんかな、かわいいね。柿の季節。これなんでしょう、ルー君さん。ちょっとこれ、何の絵、うん、何でしょう、もう。ちょっとわかんない。左下、何なのこれ。わかんない。何これ。歯なの。ねえ、ちょっと。うん、ちょっとこれは申し訳ない。ちょっとよくわかんないんだよ。何でしょうね。なんかを、いや、ちょっとわかんない。ごめんなさい。はい。次。はい。何、はい、ゲストさん、はい。何、あまり踏み当てで D2 ループ。別に。あまり踏み当てでって言うんだったらね。あまり膨れだったらね、多分ね、あまり膨れたのだってね、ドラクエじゃくれてないですしね。ね、あまり膨れたのって確かトリネコとかね、あとポケモンですか。ね、あっちの枠の方がくれたでしょう。ね、食マジですか。違いますよ。だってアンケートでね、ドラクエは決まったんですが、進めてますよ。ね。あまり踏み当てでって言うんだったらね、多分むしろね、そういう誰でもやるような配信じゃなくて、ね、誰もやらないようなマイナーなね、ゲームをね、多分ね、あれした方が、逆にね、ワンチャンあるんじゃないですかね、もし本当にあまり踏み当てだったら、そっちの方がいいと思いますよ、多分。ね、多分どこの配信でもやらないようなね、ゲームを。ドラケゴやってた、昔やってましたけどね、あまり踏なんて、もらえませんでした、はい。次、はい、ブリトンさん、はい。徹夜明け、散々迷って、帰り討ちなんですかね、帰り討ち、何があったんでしょうね。しみる。ね。詩人路線って新しいよな、笑。ね、何でしょうね、帰り討ち。笑わないね、しみる。何があったんでしょう。家に帰ったってことなのか、何かを意して帰り討ちにやったのか、すんなって言ったってね、民意ですからね、アンケートで決まったんですから、それは僕のね、一存じゃないでしょ。まあ一存でやってるのはこのね、ドラクエ6だけですからね。仲間モンスター集めで、達人、はい、ありがとうございます。次、はい。ガンダムってスパロボでしょ。スパロボだってね、毎日ね、あの枠でしかやってないでしょ、今。はい、次。ダイエットは無理、でも、ね、今までね、何度挑戦して、何度失敗したことか。ね。なんでダイエットって失敗するんでしょう。ね、本当に。はい、ありがとうございます。ね。はい。次、実家にさん、はい。焼きおにぎり。ねえ。ねえ、冷蔵庫にね、冷凍の焼きおにぎりもあるんですよね。ねえ、それちょっと温めたらね、ねえ、3時のおやつにちょうどいいかもって思うんですが。もう、食いたいね。もう、美味しそう。ねえ。ねえ、あれ、これがもしね、醤油の色がね、塗られてたら、おやってジュルル。ねえ、焼きおにぎり食べたい。ねえ、食べたくなりますよ、本当に。はい、次。はい。ゲストさん、はい。カツ丼もいいですけど、左のあれは何ですか。ねえ、カツオ節、ないですね。あるか。ねえ、左のあれちょっと、いい、必要あるですかね。長だろ。長ですかね。あこさんが作ってくれたの、逆にちょっとなんかいろんな意味で怖いですよね。
はい、ありがとうございました。はい、次、はい、はい、サンジェさん、トイレ行ってました。いやいや、またタイミングあった時でね、書いてくれれば、うん、別に何も書きたくなっちゃね、書かなくてもいいですからね、うん。はい、ありがとうございました、わざわざ。はい。てへってかわいい。うん、ね、確かにてへって書いてますね。これはダメでしょ。ねえ。卑猥じゃないけど、いや、卑猥だけどね。卑猥だから、こういうのは僕嫌い。僕嫌いだからね。こういうのはあれ。ね。ねえ、何がセクシーですか？何がうめえですか？ねえ。エッチじゃないでしょ、あんなもん。誰が見て興奮するんですか？ねえ。はい、次、バサカティンプさんってことで、はい。ね、ライスバーガー、塩の効いたポテト、ホットドッグ、チーズバーガー、何？自分の何？贅肉。自分の贅肉はいらんけど、上のメニューは食いたい。うん、ポテトね。うん、あー、お腹すいた。はい、ありがとうございました。これで全員かな。はい、16名。どうも、お絵描き、ありがとうございましたと。よし、逃げない。ケンタッキーのツイスターもうまいよ。ケンタッキー、いや、ケンタッキーはあんまり近場にないんですよね。楽しかったし、どれも美味しそうでした。ね、空腹が余計になんか辛くなってきました。どうしてくれんですか？僕のダイエットがもういきなり、開始1時間でも心折れそうですよ。どうしてくれんですか？ああ、もうやつ絶対食っちゃうな。夕飯は今日餃子だし、またがっつくだろうし。どうしてくれんですか？もういきなり、いきなり心折りに来るとか。ダイエットするの？いや、しなきゃいけないんじゃないかなってね、もう手遅れかもしれませんけど、ね、そう思ってたのにね、いきなり、なんてこと。同じ値段でステーキを。そんなことは誰も言ってません。ここで我慢すれば痩せるかも。ここで我慢できるかな、でもね、おやつ。僕たちのせいじゃない。でも確かにおやつぐらい我慢しないとね。でもおやつ我慢しても夕飯でその分がっつきそうな気もするし、難しいですね。でも痩せたら帝王じゃなくなっちゃう。いや、帝王は帝王でしょ。ねえ、何もね、誰もそこまでね、何もね、そんなね、本当に普通の人並みにぐらいにね、痩せようじゃなくても、例えばね、今のね、160を例えばね、もうね、せめて体重計で測れるぐらいね、130ぐらいとかね、そこら辺まで落とせればね、まだね、結構良くないですか。できるでしょ。120だってデブはデブですからね、十分でしょ。そりゃニコ生1じゃね、なくなっちゃうかもしれませんがね、十分ねえ、底辺じゃ、ねえ、通用するでしょう。痩せたら多分性質も変わるぞ。本当に？性質が変わるってどう変わるんですか？声が高くなるとか、そういうこと？あんまりちょっとその辺分かってないんですが。何？本当に痩せたいの？もうちょっと痩せなきゃさすがにダメなんじゃないかなって思うんですが。女性にしないます？そんなに、まあ、ゼロではないかもでしょうけど、そんなに多いですか？ねえ、こんなね、汚い、キモいね、デブなおっさんの配信に、女性リスナーが多いとはちょっと、信じがたいんですが。本当に？っていうか、メスね、女性の人がそんなわしとかね、言わないと思うんですが。私、女子大学生です。やぞってお、ね、女性が使う言葉じゃないでしょ。伸ばしてませんよ。
少なくとも女性であってもそんな JD なんてね絶対嘘でしょね。女性であっても若いねそんないるわけないないないね、ニコニコに、職場のジムが帝王見てるって言ってた。なバカな、そこまで知名度あるんだったらね。ガラスの10代の女子小学生やで。ガラスの10代知ってる時点でもうそんな女子小学生なわけないでしょ。何、更年期よ、本当に。大丈夫かなって言ってた。何が手を飾るんですか。何が1日30息とか。どうやって行くんですか。女の子がダゾイとか使わんでしょ。まあ別にね、そんなね、女性目当てで配信してるとかじゃないですからね、あくまで。ゲームの話題でね、リスナーさんと楽しめればいいですから。小生も女でござる。小生なんて言葉を女性が知らんでしょ。これなんでしょうね、ニコニコパニック。私なのでヤングなチョベリグジク。あ、これこの間やったんですね。ゲームの話題ってあんまりないですよね。まあ、作業は作業ですかね。ゲームがゲームですかね。ゲームってか、作業。何がそれがしでしたっけ、それ。314個目再現しました。ゲームってか作業してました。はい。316個目さんもいらっしゃいませ。こんにちはです。よし。理想としてはね、もっとね、ゲームの話題で、ああだこうだね、盛り上がれたらね、いいんでしょうけど。いないですよ。大手じゃないでしょ、こんなの。過疎とは言わんけど、ね、せいぜい中堅どころがいいとこじゃないんですか。これ録画の映像じゃねえの。なんで録画してあれする必要があるんですか。そんな二度でも。仲間にしなかったっけ。まだ仲間にすんの。ね、319コムさんいらっしゃいます。こんにちは。キラーマシはね、ちょっともう一体仲間にしないといけないんでね、正面に引き。くせにした野球と自信ネタ。あんまりしてないでしょ。はい、広告ありがとうございます。内臓が内臓さん、500円ポイントありがとうございました。はい。ねえ、僕の配信に一体皆さん何を求めてるんでしょうね。言ってね、トークもそんなに面白くない。やってることは単調。今日の時事ネタは何？今日の時事ネタなんかありますか？知らない。ねえ、なんでもう一匹、一応ね、下に書いてありますが、起き上がり確率ね、1024分の1になるね、モンスターを狙ってますからね。誰でもいいってわけじゃないんですよ、だから友達んちかね、まあ、それはそれでいいんですが、ここあとね、キラーマシン1匹とハグネメタル賞味追い返すの含めて3匹、あとランプの魔王ね、4回だから、そう考えるとまだ8回あと起き上がらないとダメなんですね。まあ確率の問題ありますが、8か、まあ、ただ8匹中ね、1020分の1があと3匹、残りが5匹が256。まあ、ハグレメタルもね、力がもうちょっとつけばね、シニスラで362でしょう。カンカンも力全然ないし、力の種なんてね、せいぜい10個ないし、ドーピングじゃ20いかんでしょうし、いや、難しいな。やっぱり攻撃力500って結構遠いですよね、まだまだ。はい、じゃあ、ちょっと時間、てか、ゲームやりましょうか。ニコニコパニック。これあれですね、ワリオのやつみたいな。ちょっと僕もやってみましょう。参加してね。参加しますよ。はい。10パニッククリアする失敗、10とか無理でしょうね。火の輪をくぐれ、これどうするの？
失敗したの？なんで？なんで今の失敗なの？あ、飛べた。グーグー。3つ刺せ。あ、これか。うるせえ、ああ、これ、なんかいかにもって感じの、あれですね。何これ。グーッと。飛び続けろ。ああ。ええー、ダメ。まずい。やっぱり潰せ、何よ。何これ、連だけ。出口を目指せ。飛べ。リンゴを取れ。あ、終了。どうでしょう、結構今回いけた？ねえ、操作が分かれば。結構今回頑張れた。はい、クソ。なんでクソって。これ意外と面白いよな。金返せ。ねえ、はっきり言って、メイドインワリオでしょ、これ。うわあ、もっと上がいる。はい、1位、ふめたまピーさん、おめでとうございます。2位、アルメダ、3位、プレジデントマンさん、え、4位、DF さん、5位、3位、6戦は結構いいとこまで行ったんですよ。なんで、平均どんぐらい？平均5、ね、平均よりは上回ってますよ、ね。平均5500ですから。ね、そりゃ、作業片手間だったらね、やっぱり、ね、集中力もそがれるし。無理ですよ。はい、どうも。さあ、三時さんじゃありませんが、はい。エビフライのカブトガニ食べたいさんいらっしゃいませ。こんにちはですね。じゃあ、辻選手行きましょうか。伊藤さん、こんにちは。伊藤さんでもありませんね、はい。ふめたまピーさんいらっしゃいませ。こんにちは。さきは一応おめでとうございます。じゃあ、失礼しようで、クソをリベンジしましょう。あれ、始まらない？なんか最近始まるのなんかちょっとラグってない？気のせい？なんかいじった？なんかね、すぐ始まったらね、不利だからって。ねえ。なんかその辺、細工した？それとも僕だっけ？ダメ。プシュープシュー。プシュー。何プスプス言ってんの？何言ってんでしょうね。嫌がらせ。ね、皆さんの集中力を乱すためにね、プシュープシュー言ってね。ね、それで勝てるとは限りませんがね。はい。1位、はい、バーサーガティンポさん、7400ポイント。はい、おめでとうございます。2位、テイツーさんで、3位が、しめじさん、あももりさん、
ゆうちゃんさんかな。はい。3人同時で3位おめでとうございます。はい。僕は、何平地以下じゃん。何やってんの、ハイパイが悪いからですね。いいんです。僕は、昼間はいいんです。ね、スパロボも枠でね、最後、勝てばいいんですから。この時間帯は全然、負けようが問題ない。わこせよ、今日も仕事休んでこの動画券に来てくれ。動画じゃないんですよ。何すりゃいいんですか、何すりゃ。てか、こんなの動画にする意味がありますか、はい。ね、生であれした方がいいでしょ。動画にしてね、編集してあれしてっていうの。二度手間じゃないですか。じゃあ、これを動画だとしたら、僕はこれしてないで一体何をしてるんですか、裏で。ねえ。動画であれする必然性がないでしょ。シコシコ。何やシコシコ。だったら、これ生でやってやね、裏でシコシコすりゃいいじゃないですか。何も配信中にシコシコする意味ないでしょ。ねえ、はい。じゃあもう一回選手ちょっとやってみましょうか。あ、やっぱり始まるときはすぐ始まるんですね。365日分収録終わってるんじゃなかったっけ？なんでこれを収録する意味があるんですか？ねえ。配信中にするスリルが興奮するんだろ。何がスリルですか？知りませんよ。そんなスリル味わいたくてか、楽しみたくないですよ。何がスリルですか？なんか更新あったからね。更新あった？どうなんでしょうね。更新って何？僕の配信でってこと？そんなことあるわけないでしょ。はい、ということで、1位、バーサーカーティンプさん、9200ポイント、おめでとうございます。はい。2位、あやはらさん、3位、あーやんさん、4位、ブリオさん、同点で、はい、しめじさんってことで。僕は、何点 ?3700、ちょうど平均ぐらいですね。あれなんか増えてる。お絵かきしようず。お絵かき、まあお絵かきは1時間15分だが、あと7分もうちょい待ちください、とりあえず他やってみましょう。何でしょう、この迷路どうでしょう、プレイヤー操作して天から降ってきました、お絵かきお願いします。もうちょっとですから。操作方法は何、プレイヤー操作して花をちょちょちょねえっていうか、うわーこれ結構、しかも迷路石何全部見なきゃいけないってことだから、ね、いやこれ作業しながらプレイ一番無理でしょ、ねえ、ちょ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 、クリア、しかも迷路の外出にね、外像が全然一瞬しか見えないからきついなぁ。マウスでも操作できますが、
ああ、もうダメだ、間に合わない。これ結構むずくない？二つ目の途中で終わっちゃった。はい、358個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。三次さんじゃないです、僕は。三ね、底辺の王の帝王ですから。三次さんにね、失礼ですよ。なかなか難しいです ね。楽しかったけど。面白いっちゃ面白いですが。うわー、強い。はい、1位、あやはらさん8350ポイントおめでとうございます。はい。2位、プレジネントマンさん、たまごさん、ロさん、しめりさん、シトロンさんってことで。キーボードで操作したい。多分できるでしょうね、キーボードでも。キーボードで操作したらさすがにでもちょっとね、僕の、こっちのカール作業が、ちょっと支障が出ちゃうから。え、できないんですか？キーボードってダメなの？あ、矢印キーがどうとか出てたから、キーボードでできるかと思ったら違うんですか？むしろ帝王に失礼です。何が失礼なんですか？意味がわかりません。じゃあ逃げる。右下に十字キーみたいになるだけ。そうなんですか。ダメなの。面倒しね。じゃあ次、はい、爆闘伝説行きましょう。はい、よかったらどうぞ。上と下キーを下にブラウザがスクロールするよ。マジですか。そう、マップを見るための十字キーってことですか。それはあんまり嬉しくないですね。これはチャンス。何がチャンスっていうか、これうまくいけば、はぐれメタル、大量蘇生で、経験値がウハウハに。いやでも、今優先すべきはハグネメタル。はい、1位アルメデさん、2位ブリオさん、シメリさんノーベルカッタマヘッドシュさん、ごめんなさい、5位見えなかった。ちょっと考え事をしてました、失礼。僕平均ぐらいか。じゃあ、そうそう、はい、お絵かき行きましょうか、もう一回。ラス前の、はい。この枠、最後のお絵かき。はい、じゃあ、よかったら、はい、お題は自由ですね。どうぞ。4回もしてないんですが、この後ありますか。さっきやりましたよ。この少なくともこの枠でもう3回くらいやりましたよ、自然集。まあ配信ラストにもう一回やりますから、それまでじゃあお待ちください。できた、じゃあ楽しみに見させてもらいますよ。
帝王さんのエッチ画像フォルダは何ギガですか？うん、ないっしょ。ね、どんぐらいあんでしょうね。テラなんだよな。テラもあるわけないでしょ。ギガで足りないよ。何言ってんですか。やはりそうか。何がやはりですか。また逃げられる。帝王のフォルダってなんで男の娘ばかりなんですか。何僕のフォルダ見たかのようなさらっとなんか捏造してんですか。何が男の子ですか。やめてください。僕は女性にしか興味ありません。男になんか興味ありません。ね、怖い怖い。でも可愛ければ男でもよくね。男の娘フォルダ見ちゃったか、ね、過激だったよね。何が過激ですか。過激だ。何言ってんですか。さっき見たら初老のおばあさんの画像たくさんありましたよ。何言ってんですか。もっと若い子はいいに決まってるでしょ。何がですか。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、はい、ブリオさんってことで、はい、3時のおやつはマックでごう羨ましい。うん、いいですね。ポテトとナゲットとね、食いたい食いたい。いいのかけました。本当に何が合意ですか。僕じゃないでしょ。ブリオさんが合意でしょ。大体僕3時からね、別のゲームの配信ありますからね。何言ってんですか。はい、ありがとうございました。次、はい、親殴って買いに行かせればいいよ。何言ってんですか。今日夕飯餃子って決まってるのに。はい、しめじさん、はい、マックで前だろ。なんて書いてあるの。ブラッドステイン。マックから配信ってマジ？わかんない。どういうこと？どういう意味？ワンちゃんは可愛いけど。どういう意味なんでしょう。しめじさんが配信してるゲームだよ。あ、そうなんですか。ブラッド、あ、さっき言ってたやつ、なんか、あれ？なんか、あね、ドラキュラのやつ、ドラキュラ系のゲームのやつ。ああ、それで。ドラキュラの続編みたいなやつ。ね、さっき言ってた。ああ、それか。はい、すいません。しめさん配信ね、機会あったら見たいですが、はい、ありがとうございました。次、はい、ああ、すごい、あやさん、かわいい。これ、バーバラですね。かわいい。元気いっぱい。これはかわいい。バーバラです、ね、バッバラだ。かわいい。わら、やっぱりバーバラ一番人気なんでしょうね、ドラクエだと。ねえ、エロくはないでしょ。別にかわいいだけでしょ。何言ってんですか。ちょうど休憩で抜けるね。何が抜けるですか。何言ってんですか。かわいいと抜けるはまたね、別次元でしょ。ね、はい、ありがとうございます。次。はい。これ何でしょうね。はい、カブトガニさん。これもちょっと、もう僕にはちょっと解読不能。しびれクガニ。しびれクガニ、なんなの？ちょっとこれわかんない。何？ちょ。芸術的なしびれクガニ。わかんない。しびれクガニなのこれ。芸術、しびれ、まあ、そういうふうに見ると、まあ、見えないもないですけど、しびれクラゲ、あ、確かにしびれクラゲってなんか書いてあるのかな、が現れたって書いてある。はい、ありがとうございます。次、リーフさん、怖い、怖い、こんなドナルドと誰が遊ぶんですか。ねえ、なんでこんなに怖いの、このドナルド。じゃあ、わら、ね、ほら、わらわら、いっとやんけ、わら、ね、お話ししようよ。いやですよ、話すことなんて何もない。帰れ帰れ。似てる。
何や、誰に似てんですか。それ似てますよ、逆に怖いでしょ。はい、上司。ねえ、違いますよ。しかしうまいな。ね、はい、停止。はい、ねえ、カズさん、はい。ピカチュウ、バイ、ドルネズミ、ポケモン。ねえ、まあ、ポケモンも機会あればね、また、やりますんで、はい、うん、なんでバンなの、ね、うん、まあ、次やるとしたら続編ですかね、金銀で、うん、またクリア目指してやるか、それともねえ、ポケモン全部集めるのがやっぱり僕の使命なのか、うん、はい、ありがとうございます。はい、ルー君さん、はい、これアウト、はい、次。あ、通信ケーブル買っておかないと。高速、わらわら。通信ケーブルでも無理でしょ、あれやな。無言で、わらわら。だって通信ケーブルプラスでしょ。ね、ゲームボーイ本体もなっちゃダメって言うんですか。いや、ちょっとやっぱ予算的に厳しいっすね。はい、次。はい、ゲストさんってことで。何ですか、ちょちょちょバーガーってね。何、僕が挟まれんの嫌ですよ。っていうか、長いです。刺しとけばよいよ。何をですか、ねえ。ちょちょちょバーガー。ロングネックマンさん、かわいい。かわいいですか。ていうか、もう、なんでワニってか、ただの66尾じゃないですか、これじゃ。ね、いい笑顔、わらわら。本当にね、はい、次。これも、これもな、何これ、これもな、何をあれしてんの、もういくら何でも、もう何、何、原型がないっていうか、何をしようとしてんの、これ。わからん。ちょっと、卑猥すぎっていうか、何を書いてんのか、もうちょっと。女の子かわいい。よくわからんがうまい。アヘバオダブルピース。朝がテンポが、はい。ちょっと認識でね。そっくり、ね。全然強そうに見えないでしょ。弱そうでしょ。ムーニーマン。ねえ。完成度高いな。デスさんツイートを買いだてんだぞ。何何、ね、デスさんツイートってどういうこと、うまい。次、はい。これもあれ、ゲスゲストさん、マッシュルームに見えないでしょ。ね、見えない、見えない、ダメ。はい、次。はい、これで全員ですね。はい、ありがとうございました。まったく。テッツさんツイートってどういうこと？そうそう、あと2分ぐらいで。ありまくりじゃないですか。だんだんあれじゃないですか。またね、ちょっと、ギリギリのラインをなんか。ね、今日多分あれでしょ、今日水曜日だから、ね、最悪今日 NG 食らってもどうせ明日には解放されるからって、ね、多分、そういう人らが来るでしょうね。いろんな意味で。こんにちは。はい。検証しに来ました。あ、もうちょっとです。お待ちください。はい。ゴッドハンド。あ、聞こえていいかな、うん、ちょうどカンストしたんで帰りましょう。うん、はい。34個目さん、いらっしゃいませ。そっか、今日水曜日なのか、暴言吐きまくります。何言ってないですか。鉄さんっていたやろ、富士から落ちたのあの人やで。嘘でしょ、嘘でしょ。だって、鉄さんだって今日だって来てたでしょ。てか昨日だって配信来てましたよ。何言ってんですか。嘘でしょ。確かに、え、ちょっと待って、今日鉄さん、え、あれいたでしょ、ね、いるでしょ。ねえ、何失礼な。もしかして幽霊？なバカな。富士山から配信。何からコメントしたんだろう。何言ってんですか。見てたの？幽霊になってでも今日の配信を見に行くわ。何言ってんですか。帝王も富士の樹海から配信しようよ。意味がわかりません。パラディンドラゴン。言っていたのでは。
意識していたって生きてるしね。どうしようかな。ていうかまだその滑落の人っていうかまだ発見されてないんでしょうねえ、ねえ遺体がねえ、ちょっと待って、魔導士と剣をちょっとあと何回ちょっとそれだけ見せてください。13回。攻撃者なんだけどすごい迷惑だよなあれ。嫌な事件だったね。ねえ、あんまり、まあ本人的にはそうだ、ねえ目立てて良かったかもしれませんが、ねえ、ねえ本当普通にねえ山のも。やっぱ危険ね、危ないですよね、本当に。しゃぶれよ。しゃぶりません。あ、時間ねえや。はい。じゃあ終わりましょう。はい。ということで、1時間半ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。続きはまた明日の昼の1時から再開しますんで、はい。じゃあ